ヨーロッパ支払い同盟は1950年7月1日に欧州経済協力機構の参加国が合意して設立した同機構の補助機関である。参加国間の貿易決済を多角的に行い、参加国通貨の交換性を無理なく実制により回復する目的で貿易決済は同盟を通じて行う仕組みが整えられたのである。ヨーロッパ支払い同盟は 国際決済銀行を代理店とする。決済基金として、参加国割当て金とマーシャルプランからの援助6億ドルが寄せられた。有効期限は2年であったが、毎年期限を延長した。ヨーロッパ通貨協定が成立してから解散した。第2次世界大戦という最下により、ドイツとフランスの国民総生産は、それぞれ1908年と1891年の、 水準にまで落ち込んでいた。ナチス税の関わった国際決済銀行を解体して荒廃した欧州経済を国際通貨基金が立て直すことには一応の大義名分があった。しかしアメリカの本音はエッジ法により欧州へ投下した資本を回収したいというものであった。そしてアメリカの持っていたカードはヤングアンで介入したモルガン資本であった。 そして1871年パリコミューン鎮圧後にアドルフ・ティエールがモルガン資本を呼び込んで以来フランスの経済は自立を妨げられていたそこでフランスは国際決済銀行の存知を働きかけた一方では1946年10月スウェーデン人で国際決済銀行理事のペルヤ・コブソンが世界銀行の経済顧問となった 1947年11月、フランス、イタリア、ベネルクス3国が多角的通貨総裁合意に達した。3カ国は各国間の貿易収支を国際決済銀行に毎月報告する義務が設定された。1948年4月に国際決済銀行の存続が国際通貨基金と世界銀行の理事会で声明として発表された。10月、 欧州経済協力機構の全加盟国が欧州域内決済総裁協定に参加した。この協定における事務はやはり国際決済銀行が引き受けた。協定の仕組みではマーシャルプラン援助の一部が域内貿易黒時刻に交付されてから引き出し権として赤字国に設定された。後継のヨーロッパ支払い同盟に向けてまず欧州側が提案した。提案は ドル資金を用いた信用供与には厳しめの条件をつけ、他方では金塊を使った加盟国間の信用供与ができる余地を残した。英米から批判を浴びる中、ヤコブソンの主張により純粋な決済機構が施行された。予信機能が削除され、不均衡調整の手段も制限された。ヤコブソンは、例えばこう考えていた。欧州は、 自身の緊縮政策により、ドレ不足を解決しなければならない。また、欧州の決済機構は、スターリングポンドを組み込んで安定させなければならない。1949年7月14日の秘密会談では、国際決済銀行総支配人応募案と、合衆国輸出入銀行のマクチェスニー・マーティンを相手に、ヤコブソンは、市場原理に基づいて、ブレトン・ウッズ体制を批判した。 ありがとうございます。